よろしいでしょうか。はい。じゃあ次行きたいと思います。顧客を群がらせるって読むんですか、これ。なんで自分の会場で読めないんでしょうか、わかんないですけれども。はい。これオファーの話します。アリ、佐藤、ライオン、ニク、性欲の溜まった女、強い男。あなたの顧客は何に集まってくるんですか？よく腹が減った客とかって言いますけれども、アリってね、佐藤置いといたら、佐藤あるよって言わへんけども、アリで寄ってくるんですよ。腹減ったライオンって、肉見たらすぐ食らいつくんですよ。性欲の溜まった女は強いとこ見たらすぐ声かけていくんですよ。あんまこう笑わへんかったですね、みんなね。結構頑張って書いたんですけどね、ここまで。スライドに使ってる時間結構12時間ぐらいかけて作ってるんですけど、もうみんなが笑わへんかったらもうやめさせてもらうわ。うん。質問があるんですけれども、自制心を効かなくさせる提案なのでしょうか、皆さんの広告の提案。自制心が効いたらダメなんですよ。ああ、高いからやめとこうとか、それもうオファーになってない。自制心効いたらあかんねん。もう買わずにはいられないというか、もう絶対ノート言えない。今日のコーナーが入って200万入ってますけど、これみんないくらで買います？ 2 万ですか？ 3 万ですか？いくらですか？100万までやったら、イーブンなんですよ。やめとこう。いいですか？皆さんの書いた広告、インターネット広告、まあブログは違いますか？記事ですか？あれですけれども、は、自制心効かなくさせてますか？そうじゃないとすれば、これは提案が弱いということですよ。弱いということです。弱いんです、みんな。だから反応しへんってことは。全額返金はオファーだと思っていた人いますけれども、違いますよ、これは。はい。全然違う。みんなね、もう、この提案で、お客さん来へんかったら、もう、店閉めるわぐらいの提案してます、毎回、広告で。やらないといけませんね、これは。弱い提案が要するに。自制心聞いてる。値段で決められてるから、その分ね。はい。いいですか。まあ、ライザップもそうやし、なんかアデランスもそうやし、アップルの商品でもそうやし、マグロなどでもそうやし、ラーメンとか、パスタでもそうやし、お肉もそうやけれども、いいですか、皆さん。自制心効かない商品ばっかりでしょ、これ。自制心効けへんね。要するに、2ヶ月であんな体になったらすごいな。ハンバーガー食べて、腹、どんどん減っていく。皆さん、マクドナルドのハンバーガー、一気に2個以上食べたことある人います？この中で。ハンバーガー80円の。あります？ 20 個以上一気に食べたことある人います？これ僕ぐらいですか。どんどん腹減ってくるんですよ。食うと。次の日は、僕ね、一気に20個食べたんちゃいますよ。5個食べたんですよ。その次の日は6個食べたんですよ。どんどん腹減っていくね。腹減っていく。食えば食うほど腹が減る商品というのは非常に売りやすいです。ほんむっちゃ大事ですよ。食えば食うほど、行けば行くほど問題増えていくんですよ。わかります？行けば行くほどお金が減っていくんですけれども、行けへんかったら怖い。ちょっと下世話話させていただきますけれども、マスター塾。みんな、何らかの問題解決しようと思って、行くやん。もうでも行ったら最後やで。やめたら怖いもん。やめたらまた一人になったら、やったら継続の金払っとこうかで、もうここまで来てるんですよ、僕。言ったらダメですけれども、こんなことお客さんたちに。でもこういうことなんですよ。買えば買うほど不安増えていくんです。はい。わかります？これを皆さんがやらなくちゃいけません。勝って問題解決ありがとうございました。じゃあさよならではダメなんですよ。食えば食うほど次は何かあるんちゃうか。次は何かあるんちゃうかって感じですね。これを狙わないといけません。昔、豊臣秀吉ですね、が言った言葉で有名な言葉があります。天下統一をして、うまい飯を食ったら腹がいっぱいになると思ったら、食えば食うほど腹が減ってくるっていうんですね。食えば食うほど欲が出てくるっていうんですね。いいですか？お腹空いてる時は食ったら腹張ると思って食ってるんですよ。でも食えば食うほど腹減ってくる商品になってます、みんな。行けば行くほど問題が増えていく商品になってますか？ MSD が問題が増えていくとは言わないですよ。もちろん。けれどもそうなってませんか？
みんな。最初マーケティングなんか知らなかったのに、知れば知るほどだん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 いろいろ分かってきて、これも足りてへん、あれも足りてへん、ああこれもせなあかんな、これもせなあかんな、ああメンター行かなあかんな、ダブル行かなあかんなとかって思っちゃうんですよ。買わへんでもええのに買って、うん、みたいな感じですけれど、こっちはでもね、俺買ってなんか言うてないで、本人たちが問題増えていってるんですよ、やってる上で。なので商品と提案で買ってということです、結局のところ。いい商品はいい提案ができると僕は確信があります。悪い商品をいい提案にするところは詐欺です。いいですか？いい商品はいい顧客を連れてくるっていう僕は信条があります。はい。そもそも自分のところの扱ってるサービス、商品というのがいい商品ではない、いいサービスではないと思うんであれば、もうマーケティングなんか絶対したらあかん。それ不良品です。うん、だからといって品質改良ばっかりやってるやつも頭おかしい、うん。売ってから品質改良すればいい。品質改良をするお金というのも顧客から支払ってもらうお金で、品質改良してもらわないといけませんね。本来であれば。自分たちの持ち出しを使ってはいけない。みんなこの中でパチンコする人いますか？手挙げてください。正直に。いいですよ。はい、ありがとうございます。パチンコね、CR ってありますけれども、あれは、一回カード入れて、玉出すでしょ？で、一回出して、ちゃんと回り始めると、要するに下に流れてくる玉で補充していくんですね。CR のポイントを使わないんですよ。何が言いたいかっつったら、結局のところ、持ち出していくものを、借金で賄うんではなく、お客さんからもらったお金で広告を打つ。お客さんからもらったお金で改装していく。お客さんからもらったお金で研修していく。っていうことが非常にいいんですけれども、みんななぜか資金が足りないっつってすぐお金借りに行くでしょう。で、資金が足りないのはなぜかわかりますか？顧客開拓できてへんからだけや。こんなもん。販売をやっとったらお金は増えていくわ。当たり前やけど。で、販売してへんくって、提案の数が少ない。今日の朝も出てきましたけれども、提案の数が少なければ少ないほど、お金減っていきます。